おもらしました。はい。あ、おすすめですかおすすめはそうっすね。えー、っと、なんでしょう。おすすめ、おすすめ。ちょっと待ってくださいね。おすすめですよね。おすすめ。えいや,いや、あの、大丈夫です。あの、出します、出します。えー、っと、あるんですよ。おすすめ結構あって、結構あの、要湯は、あの、一番美味しいやつっすよね。一番美味しいやつ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。おすすめ。あ、ありました。まかないです。特に力を入れた課外活動はありますか はい。ここ最近はコロナの影響により自粛を余儀なくされたので、ショッピーズチャンネルという YouTube への動画投稿に力を入れております。週3回の投稿を約9ヶ月間継続しております。なるほど。ちなみに登録者数はどれくらいですか聞いて驚かないでくださいよ。438人です。お待たせしました。ご注文ですかはい。どうぞ。 えーとそしたらえっ、ー、とじゃあエイヒレの炙り焼きと枝豆とあと、はい、唐揚げとなんかおすすめってありますおすすめですかかつおのたたきですねそしたらかつおのたたきと、えー、あとたこわさで、えー、以上で以上で、えー、ではご注文のを確認させていただきますえー、っとエイヒレの炙り焼きとたこわさあと唐揚げとえーかつおのたたきで <laughs> よろしかったでしょうか すみませんはい正直あんまり待たせてないけど一応言っとくかお待たせしました正直今キッチンバタついてるからあんまり受けたくないけどご注文どうぞおすすめですか正直全然新鮮じゃないけど在庫処分したくないからって店長が言えって言ってさカツオの叩きです以上でかしこまりましたご新規2名様入りますうわ忙しいからあんま歓迎したくないけどいらっしゃいませ 最近さ、好きな子できてさ。いい,いいじゃん、いいじゃん。でも告白するか迷ってんだよね。え、なんで今の関係楽しいし。うん。振られて会えなくなったら悲しいし。でもさ、告白しなくたって、今の関係が一生続くわけじゃなくねまあそうだけどさ。でしょいや、告白ってさ、どんな状況であれ、成功するか失敗するかの2択じゃん。確率50%。逆に告白しなかったら0%。0%だし、告白できなかった後悔は100%残んじゃん。100%人生のマイナスなんじゃん。 告白すれば50%の確率で付き合える。まあ、あ50%の確率で振られるよ。でもさ、その中で悲しい気持ちは25%ある。残りの25%は自分の気持ち言えてスッキリするでしょつまり、お前は75%の確率で幸せになるじゃん。お前はさ、100%の不幸と75%の幸せ。どっちとんの学生時代に力を入れた課外活動は何ですかございません えですから力を入れた課外活動はございませんえっとなぜですか大学2年生の途中まではキャンパスライフになれることキャンパスライフを楽しむことに必死でしたそしてそれ以降はコロナの影響により自粛しておりました これから課外活動を頑張っていこうと思った矢先、自粛を余儀なくされたのです。逆に課外活動を頑張っていたとしたら、自粛してなかったってことになっちゃいますよね。あ、これってもしかして引っ掛け問題ですか時代は変わってるんですから、質問の仕方も変えましょうよ。すみません、お待たせしました。あ、小泉さん。小泉さん。はいはい、はい、はい、小泉です。はい。 今寝てましたかえ、寝てないですよ。はい。多分あの、Wi-Fi の調子が悪くて、多分はい。あの、瞬きしたタイミングで静止画になってる感じだと思います。はい。いびきも聞こえましたけど。えいや、あれですか、ね、多分空調の音ですから、ね、多分今すいません。あの、暑くてクーラーつけちゃってまして、はい。でもこのタイミングで寝るというのは肝玉が座ってますね。え、遅刻しておなかったらそもそも寝てないんだけどな。何か言いましたかえあ、じゃ今の多分大きく息を吐いただけです。